ふぅ、でっかいね。これは桃太郎の銅像です。和歌山って桃太郎発祥の地って言われるんですけど、今日は伝説にゆかりのあるところに行きたいと思います。うん、どれ、あ、本当だ。じゃあ行きますか。じゃあおじさんのうんちくを聞きながら吉備津神社行きますか。うんちくは知らない。ないんですか、うんちく。ここが裏伝説の吉備津彦を祀ったっていう。ああ、なるほど。裏伝説って言ってるのも分かんねえじゃん。浦島太郎伝説。浦島太郎伝説じゃなくて裏伝説に出てくる吉備津。あ、そうなんです。それが転じて浦島太郎の起源になったと言われてるっていうことなんですか。っていうことらしい。なるほどね。はあ、あ、なんかすごい立派な。はあ、立派な感じですね、これ。もう階段登るの疲れてるというね。伊勢神社と違ってほら遷宮しないからこういう古い建物が残ってんだよね、きっと。買いました。まだ続くんだね、これね。よかったな。
た。おお、綺麗だね。知らねえか。最上階に来ました。後楽園、箱楽園っていうのはあれかな、あれだね、こっちの。そうだね、全然ほったらかしになってたのかもしえ、後楽園来ましたけど、後楽園に来たんだけど、でかいよ後楽園。あずめ、足湯があった。足湯、そこは水つけたのね。足湯じゃないのか。辺路県にある山みたいのがここにもあるね。由比新山っていう橋、でっかいね。海底だね。ああ、なんか田んぼがあるんだね、こんなところに。田んぼがありましたよ。いいねですね。何これ。正殿っていう。カメってこんな動くんだ。カメ食べてるよ。岡山の旅もうすぐ終わりなんですけど、まあ岡山って見るとこ結構多かったですね。いや、2泊3日では回りきれないぐらいでしたよ。で、まあヤンタンでやってた、あの岡山 VS 和歌山なんですけど、まあ実際岡山来てみると、なんであの時ね、岡山がネタになってたのかわかんないっていう感じですね。
ャンネル登録よろしくね。